こんにちは、アドレスホッパー静香の C チャンネルです。今回も、リュウさんとのフリートークですね、お届けしたいと思います。今日もゆるくお話ししてるので、よかったら動画見てください。どうぞ。なんで来てくれたんだ、今回ね、本当に。いや、行くよ。マジで。だからこう、なんか、できない理由を作るのって簡単なんだけど、うん、だから、できる方法をいかに探してないかっていうのをすごい思って、そう。じゃあ、ここに来るためにどうするかが、一番早いリーするとかさ、仕事のとか、なんかできる方法を考えるようになった、するようにした。なるほどね。今まではできないよなってこう決めつけてたんだけど、じゃあできるにはどうしたらいいかっていう方法を今は考えて行動するようにしてる。はい、なるほどね。しんちゃんと俺って何歳違ったの？いくつだっけ？一個じゃない。私元年生まれなの。リュウさん一個上。1980、俺誕生日だっけ？近いって言ってたじゃん。そうだ。7月2日。自分の誕生日。7月2日？13。あ、13？ 13、13。じゃあ1987年の87年だね。じゃあ2個上なの？2個上だ。いや、そうか。あ、じゃあ33ってこと？33。で31になったから、そうだね。2個上だ。その年で、でも早くない、気づいたの。え、早くないですよ。早くないと思ってもない。いや、早いよ、10だよ。俺なんか顔年になってる。いや、でもいいと思うよ。気づけない人もいるじゃん。まあとか、気づいてても行動できない人がほとんどだから。まさに俺だって。え、まさに行動できないの。本当？もやもやしたの何年続いたか。そうだよね。だから俺 YouTube 毎日上げてたりとかさ、テザーってブランド立ち上げたりとかってしてるじゃん、ゆうちゃんが。で、少なからず俺の中ではちょっとした刺激になるじゃん。ね、ほんと。そうだって、例えば女の子でさ、まあ男の子でも女の子に変わんないけど、周りに例えばさ、多分30って結構大きなターニングポイントだったの、俺の中では。そうだよね、節目になるよね、30って。節目になったの。なる。で、ガキの頃は早く年取りたいと思ってたけど、今30になってみて、自分のその置かれてる状況を見た時に、俺ずっと営業だったんだけど、なんで、まあ、30になって思ってたのは、とりあえず辞めようだったんだ。仕事を辞めようだった。ほんで、去年辞めて、国内旅行がほとんどだったけど、まあ、いろんなとこ行きまくったの。すごい。行きまくったんだけど、何したいんだろうとか、去年1年間ほとんどなんか旅行ばっかり行ってたけど。へぇ、そうなんだ。そうなの。だけどなんかなくて、その時にしーちゃんとか見てる時に、なんか一つこう形にしようとしてんの時に、俺何やってんだろうなみたいなのは、なんとなくはあった。へぇ、実際は。そんなのがあって、そう、少なくとも。時に写真展だってもう2年前ぐらいからやりたいって言って、できなかったね。あ、そうなんだ。だからとりあえず予約ってやっちゃうから、やって、まあ、給付なしに関して、なんかこうやってみたらさ、わ、この作業めんどくせえみたいな、意外とこの作業私得意だと思ってたけど嫌いかもとかさ、なんかやってみたら合う合わない、向き不向きとか、好き嫌いが見えてくるから、もうそれだけをこう一回やったら、だからなんかすごい、なんて言うんだろう、ね、やってみると気づけるかもしれないのに、こう好きだと思ってやりたいと思ってたことも、え、意外と私このあれ苦手かもとか、これなんかこの作業嫌いだったけど、え、めっちゃ上手くない、私みたいな。なるほどね。なるほどね。嫌いなのにめっちゃうまいんだけど、私みたいななんかコツつかむのうまいなとか、そういうのもやってみてやっぱ気づくことがあるから。そうだね。そう、やってみなきゃわかんないんだもんね。わかんないよね。だからリュウさんも多分絶対わかるんじゃない、この1週間後。そうだね。だから
自分そうだ楽しみにしてるのは、うん、1週間後にそのお客さんが何人来たとかじゃなくて、うん、終わった時に自分が何を感じてるかなっていうのが、うん、自分の中では多分これとかこうやってるのって自分で初めてやってみないと多分その気持ちって分かんない。そうなんだ、俺こうなんだとか俺こういう気持ちでやってんだなんて言ってもなんかね共感は得られないもんだと思ってるから、うんうんうん、だから自分が得られればいいなっていう気づければってことですね。でもその気づきを得られるのは少しでも一歩出した人間でしか分かんないじゃん。でもこれ超強くないと思う。すごい。正直今は写真展やってるけど1週間後に写真じゃねえなと思ったら多分写真はやんないし、うんうんうん、写真大好きかったら大好きじゃないから俺はちょうどいいの。へえ、そうなんだ。のめり込むとのめり込んじゃったりするからそうならないものが何がいい時に趣味でやってる写真があって、うんうん、でかつ自分がオリジナルに出せるものって考えた時に作っただけで、うんうん、自分の作ったもので自信持ってやってるけど、まあ、やってみてで、ね、やるとこまでやるとかなんですね。そうだね、楽しみだね、一週間ね。どうなってんの、廃人になってたらどうしよう、うん、今日はこんなところで終わりたいと思います。今日も見てくれてありがとう。また明日も見てね。ぽいぽーい。